汚いですね、部屋が。あー、あと部屋が汚いですね。それは正面の片付けようと思ったところ。今日は抜き打ちですよ。何の抜き打ちかと申しますと、何、中学2年生スマホの中身チェック。どん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 、パフパフ。じゃあまず YouTube の検索履歴をお見せください。じゃあ YouTube、 わかんない、何調べてるかな。はい痩せる方法、食事制限なし、痩せる方法、筋トレなし、痩せる方法、中学生とか調べちゃったの。はずいですね、これはちょっと。はい、続いて、バレずに歌詞。多分これは、お先日記の企画で、なんかバレずに歌詞言えるのかみたいな企画やったんですけど、みんなどういう風にやってるのか、ちょっと見てみたくて、多分調べたなと思いますね。アイムミミのアイシャドウめっちゃ調べてますね。アイシャドウをもらったんですよ、このアイムミミってところの。どういうメイク方法をすればいいのか分かんなかったから調べましたね。そして、ウーバーイーツ。よくわかんない、ちょっとこれは。あ、エゴサしちゃってます。お先。お先調べちゃってますって、すいません。オルゴールディズニー。うーちゃんと一緒に寝るときに、うーちゃんがディズニーのね、オルゴール聞いたら寝れるので流しました。重森さとみ歌。お気に入りのね。そう、お気に入りの、本当にもう見てて飽きないやつですね。続いて、カリンバジブリ。え、カリンバジブリ。カリンバ？カリンバっていう楽器があるんですよ。木琴に近い楽器があって、それが TikTok で流れてきて、すごいいい音だなと思って、寝れなかったんですよ、その時私。寝れなかったから、カリンバのジブリを聞きながら寝ました。続いて、寝れる音。ほら、フラグやん。疲れてない日はマジで眠くならないんですよ。早く寝なきゃ、次の日めっちゃ眠くなっちゃうんで、早く寝るためになんか調べてますね。会話中にバレずに歌詞。また調べる。また、どんだけやりたかったんだよ、この企画。続いて、ねえね嫌い。何それ。あ、そう、なんか、ファンの子が、なんか、ねえね嫌いって言われてる動画の髪型が可愛かったから、もう一回やってほしいって言われたの。だから、ちょっとそれ調べました。ねえね嫌いって。ジブリ、オルゴール。あ、また寝れなかったね、これ。さ、カリンバ、楽譜ジブリ。カリンバ、また調べて。大好きカリンバ。っていう感じですね。ちょっと謎。謎だし、なんか、やばいのがないね、あんまり。ね、じゃあ、次は、カメラロールをチェックしましょうか。うわ、出ました、出ました。じゃあ、ストップ制にする？いいよ。始まってる？うん。ストップ。あー、つまんないね。自撮りでした。すごいハゲてるじゃん。じゃあママが選ぶ、貸して。これは何ですかね。かわいい。こういうやつでやり方調べてたんじゃない？ほら。くしゃって笑う。くしゃって。すげえかわいくねえじゃんこれ。これは何ですかね。尊敬してるの？尊敬してる。これは何ですかね。なんでこういう写真を撮って消さなかったのか。これからのこれだね。カメラロールはこんな感じでしたね。じゃあ LINE をチェックしましょうかね。はい、じゃあハロー君との LINE ですね。自分のモーニングの写真を送りつけてきました。おさきちゃんが頑張って撮影してる時にね。そうそう。でパスタ、お昼ご飯のパスタも送ってきましたね、同じ日に。遅くなってごめんねって書いたら、大丈夫、これだから。ふざけんなよ、マジで。今どこ？秋葉原、俺迎えに行こうか、大丈夫。優しい。では、では、では、では。お父さんはどこにいるの？ババが全然ないせいがね。ポコポコ。ポコポコ私やってないのに、クローバーめっちゃ送ってくるんですよね。返信もしないのに。荷物届いたっていうのを無視してる私。かわいそう。で、お腹は空いてない、いらない、うん。めっちゃ冷たい。既読にして、未読のやつやめて、これからも。未読はやめてあげて。ママいる？ LINE 見てって言ってくれない？無視。ママも無視してるのね。じゃあ、次は、ボイス。え、待って、マジで言ってる？くだらないの入ってるね。ママもそうだけど。いや、マジくだらないの入ってる。やばい。歌とか、自分の歌。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。やだ、やだ、早く。やだ。これ何？はい。これ、香水。え、待って、ちょっと待って、やだ。歌ってないんじゃない？夜中に行きないよさ、うつわれのせさえ。しかも超うざい歌い方。ひょんか。ひょじゃない。ひょじゃない。
またこの声誰これ誰違う誰バージョン誰おいしい夜中にケース、不正そうだろ、騒ぎ取れんねんが。バカじゃないの、それどうしようとしたの。これ友達に送ってた。バカじゃないの。3、2、だから知らでやる、裏が来た。もしもし、派手で、派手派手だ。おいしい、おいおい、かっこいいわ、かっこいいわ。何これ、何これ、何これ 何しようとしたの。人にさ、しんちゃんの声でさ。はい、ということでね、スマホの中身チェック、たまにこういうのあるからね。いやマジで本当に消しとこ、恥ずかしいの。あ、本当にそうしてください。いやマジでボイスメモとか特にヤバくない？自分の歌を録音してるんですよね。自分の耳で聞いた声とさ、そう撮っとく。普通撮っとかな。何やってんだろうね。ちょっとこれからは黒歴史になりそうなものあったら速攻消すようにしたいと思います。ということで終わりたいと思います。この動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。バイバーイ、先に失礼します。